クライナ軍、包囲したロシア軍部隊を滑空爆弾で攻撃、北東部ボチャンシク。ロシア軍の北東部攻勢の主戦場であるウクライナ北東部ハルキウ州ボチャンシクで、ロシア兵数百人が市中心部の工場で包囲されている。先週末から16日にかけて、うち少なくとも30人が投降した。残る兵士は逃げる場所も隠れる場所もない。そしてウクライナ空軍は精密誘導爆弾で彼らを狙っている。数個大隊規模のロシア軍部隊は15日前後に PJSC ボーチャンシキ骨材工場を占拠した。ボーチャンシクは2022年2月にロシアがウクライナに対する戦争を拡大する前、およそ1万8000人が暮らしていた小都市で、ロシアとの国境からはわずか8キロの距離だ。ボーチャンシクはロシア軍が5月10日に始めた北方からの攻勢の最初の主目標だった。この攻勢は最終的に国境から約40キロのウクライナ第二の都市ハルキウ市の攻略を狙っているとも考えられた。しかし数万人規模のロシア軍部隊はボーチャンシクを突破できなかった。ウクライナ軍は精鋭の第82独立空中強襲旅団を含む数個旅団を北方に急派し応戦させた。支援再開後に米国から急送された弾薬で補充したウクライナ軍部隊は、通り一本ごと建物一棟ごとの市街戦をロシア軍部隊と繰り広げ、5月下旬にロシア側の前進を食い止めた。数週間にわたる熾烈な市街戦を経て、ロシア軍の指揮官たちは思い切った行動に出た。彼らは大人数の部隊に骨材工場の占拠を命じた。工場やその頑丈なコンクリート製建物を足場として、工場のすぐ南を東西に流れるボーチャ川を部隊に渡らせる狙いだったとみられる。この川は市南部を守るウクライナ軍部隊にとって自然の防御物になっている。だが骨材工場のすぐ西を南北に走るソボルナ通りで行われたとみられるウクライナ側の迅速な攻撃によって、この工場に立てこもるロシア兵およそ400人は孤立化することになったと報告されている。ウクライナの調査分析グループディープステートが随時更新している戦況マップによれば、17日現在この工場にいる部隊はソボルナ通りの西にいるロシア軍の本隊と切り離されたままだ。現在ウクライナ空軍も戦闘に加わっている。MiG-29 戦闘機か SU-27 戦闘機、またはその両方が米国製もしくはフランス製の精密滑空爆弾を工場に向けて投下している。米フィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所のアナリストロブリーは、工場の主要建物が最近ウクライナ側の滑空爆弾で攻撃される様子を捉えた映像を3つ確認している。アウジウカなどで苦しめられた滑空爆弾攻撃をやり返している。ロシアのある軍事ブロガーはボーチャンシクでの戦闘を、ロシアが拡大して2年4ヶ月経つ戦争で最も過酷だった2つの戦役、東部のバフムート攻防戦とアウジウカ攻防戦になぞらえている。アウジウカではロシア空軍機が滑空爆弾を1日に何十発も投下し、町を徐々に瓦礫の山に変えていった。そうしてウクライナ軍の守備隊は今年2月ついに撤退に追い込まれた。アナリストのウォートランスレイトが引用翻訳しているところによると、このブロガーは、悪いニュースは敵がハマー誘導爆弾を多数保有していることだ、これは深刻な問題をもたらしていると憂慮している。フランスはウクライナの戦争努力に AASM ハマー誘導爆弾を月50発供与することを確約している。米国も展開式の翼と衛星誘導装置をつけ、モデルにもよるが数百キロの索薬を搭載する同様の爆弾をおそらく数千発供与している。滑空爆弾を最大6発搭載するウクライナ空軍の戦闘機は低空を高速で飛行し、直前に機首を引き起こして爆弾をリリースすることで、最大40キロ先、
米国製の GBU-39 小直径爆弾 SDB の場合は最大65キロ先の目標を爆撃できる。前述のロシア人ブロガーはこれらに対抗するのは容易ではないと認めている。工場に身を潜めるロシア兵数百人の上に滑空爆弾を落とすことで、ウクライナ側はこれまで自分たちが味わわされてきたことをロシア側にやり返している。ロシア軍は地上攻撃に先立って空軍機でウクライナ側の陣地を滑空爆弾で爆撃するのが常態になっている。これはウクライナ側を恐れさせてきた。アウジウカで戦ったウクライナ軍第3独立強襲旅団に所属する軍人イエホルスハルは、これらの爆弾はどんな陣地も木っ端みじんにしてしまうと証言している。立場が入れ替わり、今度はロシア軍部隊が怯え、コンクリートの瓦礫に埋められる側になったようだ。動かない戦闘機、ウクライナに供与します。中古で買って結局使えずの金欠の大国、まさかの方法で返品。フランスから5機購入するも結局使えなかった。アルゼンチンメディアのインフォバエほか複数のメディアが2024年6月10日アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が保管している戦音速攻撃機シュペル・エタンダールに関してウクライナ移転を含む支援計画を検討していると語ったと報じました。アルゼンチン海軍ではかつてフランス製でマッハ1以上の速度のある戦音速対地対艦攻撃機である同機を空母ペインディシンコデマヨの艦載機として運用していました。ペインディシンコデマヨの退役後もシュベルエタンダールに関しては10機程度保有していると言われますが、1982年のフォークランド紛争後以降のイギリス製部品の禁輸所持や機体の老朽化などで2024年現在すべての機体が飛行不能になっています。現状機体は全く動かないため、供与する場合は保管してある機体のうち5機をフランスに移送、その後修理をしてウクライナに届けるという方法を取ります。アルゼンチンはこの5機分の見返りとしてフランスからヘリコプターや無人機などの装備を受け取る方針のようです。なおこの5機という数字はアルゼンチン国防省がフランスから2019年に約1500万ドルで新たに中古購入した機体数と同じです。この時購入したシュペルエタンダールはフランスの空母シャルル・ド・ゴールの元艦載機で2016年に退役したものとなります。当時のアルゼンチン空軍は超音速機がゼロ、他のジェット機の数も少ないという惨状でしたので、その問題を少しでも何とかしようとアルゼンチン政府が再び飛ばすことを夢見て購入した機体でした。しかしイギリス製の射出座席の問題を解決できず、2023年に配備を断念。地元メディアからは解雇趣味に無駄金と批判されました。ロシア捕虜は生け捕りせずに斬首、ウクライナが公開した衝撃写真。ウクライナ検察がロシア軍が自国軍を捕虜として捉えるのではなく斬首するように命令したと主張している。18日ウクライナのアンドリー・コスチン検事総長は X でこのような内容の情報を入手したとし、人の頭部と推定される物体が軍用車両のボンネットに載せられた写真を1枚添えた。コスチン総長はドネツク地域でウクライナ国防軍が斬首された事実があるとし、ウクライナ人抹殺を目標にしているロシア犯罪政策の残酷な証拠と主張した。また我々はこのような犯罪を処罰を受けないまま放置することはないとしながら、文明世界全体がテロ国家を孤立させて法の審判台に送ることを求めると強調した。昨年4月にもウクライナ軍人の斬首と推定される動画がオンラインに流布したことがある。当時ロシア検察が調査を始めたが、米国シンクタンク戦争研究所 ISW 等はロシア民間傭兵ワグネルグループを容疑者と見ていた。ウクライナはロシア軍が民間人殺害と性的暴行、捕虜即決処刑など
戦争犯罪を犯していると主張している。これに対してウクライナ側は自国で捜査を行うと同時に国際社会に対してこの懸案を扱う特別裁判所の設立を要請している。